瞳を胸に抱きしめて暁を目指して歩き出す。夜を照らす月明かり、輝きは幼い日の夢、瞳にはまだ眩しく映る。今も胸に残る導きは遥か空へと続く架け橋。そうさ今で異名の光に胸焦がして、憧れ瞳に夢を語ろう。涙も汗も未来の新しい絆にして、あの晴れ渡る空の向こうへ。Come on now, come on, let's open our arms wide. Come on now, come on, it's time to do what it like. It's time to do what it like. さあ、ということで、ちょっととりあえずね、九州一番街まで向かいましょう。九州一番街じゃない、九州一番星か。なんか多分そこだと思うんだよな、あるっつったら。きっとだけど。ラーメン屋、ここら辺だと。違ったっけ？お、いた。もうあっち行ってよ。キモメン。おお、待たせたな、アキホさん。こいつの相手は俺がしてやるよ。おお、どうしてあんなにプレゼント買ってあげたのに。かわいそうに。いや、どっちもどっちだからな。また何かあったら連絡するね。力也大丈夫か？そのままなんか、使いっぱいになんないように気をつけろよ。それだけはマジで。疲れ切ってんな、力也。まあ、しょうがないけどさ。お、また、あ、なんだ今度は。もしもし？はい。客に付きまとわれてる。バッティングセンターの近く。なるほど。はい。しょうがねえな。バス線の近くか、今度は。ちょっと見てみますか、とりあえず行ってみて。さあ。おいてめえ、無視で行きまーす。とりあえずいいや。まずはちょっとそこを何とかしないと。リキアのためにも。完全にリキアもう置いてかれてるし、で、ちょっとなんかこう、持って遊ばれてる感あるし、大丈夫かな？そうか。同級生、でも、ショーパブで働いてるって言って、はい、本人ですなんて言えるかな？そうそう。なんかまあ、僕の偏見かもしんないけどね。まあ、とりあえずやってみましょう。街のギャング。よいしょ！ういまず、お一人撃破。おいで。お前何ちゅうも持ってんだ、リキアがかわいそうだろうが。それを俺が使うんだよ。いやー、いて、地味にいてえぞ。バールのようなもので撃破だよ。やったぜ。はい、詫び代です、5000円。お前、人に喧嘩売っといて5000円渡して許されると思ってんのが正気の沙汰じゃねえな。とりあえず、ここだね。もうすぐ、あ、いた。また、いい加減しなさいよ。ああ。お前の相手は俺だと。おお、2000万なるほど。うん、アヒョウさん、こんな街で商売したら変な奴も来る。あんたには東京向いてないんじゃないか？沖縄に帰ってもう一度仕切り直してみないか？俺面倒見るぜ。まあ考えとくわ。それじゃまた電話するから。いいようになんかこき使われてる感がすごいけど大丈夫か？どうもちょっと力也が不憫でなんか怪しいんだけど。ちょっとアイテムボックス、これいらない奴を全部ぶち込みますか？まず、ヤンマガはね、しばらくいらないと思うんだ。ガントレット、プラチナ製の釘。で、これは刀の素材。一応、おっといとくか。まあ、こんなところかな。例えば、アイテムで、ガントレットを装備することによって、
防塵能力がズバ抜けて上がったりするんじゃないのかなっていう思ったんだけど、どうなんだろう。そんなことはないか。防御力プラス5。でも1で、あー、どうしようかな。大丈夫か。アイテムボックス使うで。はい。ガントレットもしまっておくよ。こんなところか、ざっと。お、来た。おい。また、今度はなんだ？もしもし？はい。スカウトがしつこい。ミレニアムタワー。あー。いい加減にしろよ、まったく。キルさんもうんざりしてるじゃねえか。そろそろ怪しんだ方がいいと思うんだけどな。大丈夫だろうか？一体、これでもなんか問題だと思うぜ。2000万も使ってってなると、踏ん切りもつかねえさ、そりゃ。納得いかないとこあるよな、確かに。それ会社倒産しちゃったって言うんだったら、まあそれはそれで問題だし。でも冷静に考えて、個人で2000万使って結局会社倒産って、それって横領なんじゃねえのって思っちゃうんだけど、気のせい。まあ、わかんないけどね。それは関係あるのかどうかわかんないけど。とりあえずやっつけちゃおう。さあ来い。町のチンピラ相手に対決。いて。ガードなんざ関係ないスタンス。この赤いオーラをまとったキリュウさんって超怖そうなんですけど。さて、で、あとは、リキアが二人相手にしてんのか。いいね、今のコンボはなかなか。よっこいしょー。基本的に踏み潰すスタンス。やったぜ。はい。勘弁してください。タウリナ。いや、それだけじゃな。いた。いいの？私にはボディーガードがいるのよ。いいから、いいから、お金いるんでしょ？いい店紹介するよ。ボディーガード呼ばれ。ああ。いや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 。てめえ、マジかよ。こんなことしてただで済むと思うなよ。あ、これ怖いぞ、後々。うん。はあ。お店の方に遊び来て、なんか調子乗ってねえか。リキおかしくないか。お前利用されてるのかもしれねえぞ。何言ってんすか、兄貴。同じ沖縄の人間ですよ。妹の幼馴染を騙してどうするんです。ああ、お前が、そう言うならいいが、何か引っ掛けある。妹幼馴染が助けてか。失礼しました。ああ。とりあえずもうちょっと待ってみようか。あっちの方行ったな。あ、あるぞ、なんかこの先に。なんか気になるな。おーっと？なんか今度はたくさんの人間が。うん。だから姉ちゃん借りたもんは返す。小学校で習っただろ？でも返済期日は来週のはず。返せないでしょ？今のままだと。だから俺たちが金を作らせてあげようって言ってんじゃないの。AV3 本出ればチャラにしてやる。名前も顔も隠してあげるからさ。うわ。おい、俺の試合に何やってんだ？おう、あーん、誰だお前。アイコさんのボディーガードだ。女をいじめるとは感心しねえな。俺たちはこいつに金貸してんだよ。回収するの当たり前っしょ？いくらなんだ？ 500 万。嘘、さっきは400万だって。利子がついたんだよ。文句あるなら借りなきゃいいだろ。それは筋が通ってねえだろ。お前ら出直してこい。まあ、やる羽目になるわな。なんかそうだろと思ってたけど。しょうがない。さあ、そして自然と集まってくる野じ馬。いじめちゃいましょう。時々なんかこう掛け声が結構かっこよかったりするんだよな。闇金業者。おう、こいつが多分一番ねしぶといと思うんだよな。よーし。あと一人どうこだ。いいた。背中、絶対やばいよ、あれ。クラウド。もう、吐血しちゃった。絶対これ、もう、再起不能ってやつだ、これ。うん。これ、まあ、頼んで済むと思うなよ、と。
お前借金してんのか、闇金なんてとこから借りたらどうなるか分かってんだろ。はじめは30万だったんだけど、利子があっという間に膨らんで今じゃ400万に。はぁ、あ。リキア、マジか。え、親父の残した漁船があるんだ。よく漁船売ればいい金になる。それで沖縄に帰ろう。おい、マジか、大丈夫か、リキア。闇金とこ乗り込むって。おい、ちょっと待って、リキアを待たないのか。お前のために行ったんだろうが。こんな危ないところにいられるわけないでしょ。それにあんたには関係ないでしょ。リキアも言ってたわよね。じゃあごきげんよう。うわ、これ絶対やばいやつだ。リキア。確か、勝負のあたりを探せば会えるだろう。しょうがないな、もう。おそうじゃないの。ただのボディーガードだってば。そんなこと言ってうまいこと利用してんじゃないの。あれは秋子か。夏美いいな。あんな都合のいいボディーガード手に入れて。いいでしょう。はじめは沖縄から来たって言われてびっくり。マジで幼馴染のリキアなんだもん。いきなり昔話なんてされちゃって鬱陶しかったんだけど、今は極道者だって言うじゃない。もう超ラッキーって感じ。私が言ったこと全部信じきってるしさ。なんだと。あー、夏美、なんて名前、名乗ったんだっけ。アキホ誰それ、超ウケる。だいたい自分の彼女に姉妹がいないことぐらい覚えとけっつーの。極道者なんて力だけのバカなんだよ。夏美には俺みたいな頭と顔が切れるとか似合うんだよ。ヒロトったら、でもヒロトのおかげで借金もなく、ヒロトのおかげで借金もなくなっちゃうし、超ラッキー。まあな、その極道門を使って借金を帳消しにするなんてアイデア、俺じゃなきゃ思いつかないって。マジで言ってんのかよ。おい、今の話本当か。あ、あんたは、アキホ。いや、夏美。もうどっちもいい。ちょっと話がある。来い。うわぁ、こいつ腹、そういうことだったのか。やっぱ夏美だったんじゃねえか。そして想像以上のクズだったっていう。上等だよ。まずはこのヒロト君をやっつけてあげようか。うれぇ。ぶち切れキルさん。圧勝ですよ、こんなの。うれぇ。くれぇ。ボコボコじゃないですか。どう、一発も攻撃当てずにやられた気持ち、気分は。おい、お前が夏美本人だったんだな。お前、リキアがどんな気持ちか分かってんのか。知ったこっちゃないわよ。あんた何なの？あいつが何でも言えって言ったじゃん。話にならんな。来い。リキアがどんな思いでいるか教えてやる。え、どうすんの？リキア今、お、え、やられてんじゃん。うん。兄さん、無茶しますな。一人で食い寄るなんて。どんな武勇伝作りたいんでっか？だから、上里夏美の借金は、俺が漁船を売って、あのホストぐるいの女の借金を返す？船を売って？そんな話、今は信じろってのかい。むちゃくちゃ言わんとってください。いや、本当ですから。この通りです。まったくうぜえな。おお、リキア。リキア、よく見ろ。これがお前のしでかしたことだ。遊びじゃないんだ。殴りりゃ血が出る死ぬことだってある。あいつはバカ正直だからな。死ぬ気で守るって言ったら本当に死ぬまでやっちまう。同じ沖縄の出身だから、幼馴染の姉だからってだけで、あいつはあんたを信じて守ってやってんだぞ。うわ。心配するな。借金が俺なんとしてやる。だからもう泣くな。ラブシーンならベッドでやってもらいましょうか。そんでビデオでも撮らせてもらって。このゲス野郎が。何やつを、ほんまに死にたいんか、ボケが。こいつらぶちのめすんなら、定活で力や。兄貴、ありがとうございます。沖縄流動一家が若頭、島袋力也が相手をしてやる。お前ら全員念仏唱えろや。かっこいいね、力也、やるやん。お手貸しましょうか。さあ行きましょう。まあ、大事なところはリキアにあげようかなと思ってんだけど、とりあえずはね、徹底的に数を減らしてあげよう。見てろよ。とりあえず誰か一人でも。よいしょ、いいね。バカ野郎、そいつは俺が使うんだよ。いやー、痛い。よいしょー。
今の技すごいね。力やー、闇金幹部、先にこいつら先にやっちゃうか。さてあと一人だ。おいこれよくもやってください。力やとどめさせ。ミキヤ頑張れ。あ、また掴むから早く。ミキヤ早くとどめを刺すんだ。俺がとどめ刺しちゃうよ。ミキヤ結構何もしねえな。チャンスチャンス、殴れ。しょうがないな、もう。よいしょ。どうだこれで、いい援護になったろ。倒し方、いや倒し方よ、もういいやそれで。リキアが倒したってことで。さあそして結局真実を話すのかな。ごめんなさい、私リキアのことを利用してた。私嘘ばっかりついてた。ああ、知ってたよ。それだけじゃないの。え、なになになに。私本当は夏美、秋穂なんかじゃない。ああ、それも知ってたよ。リキア、俺がお前を間違えるわけないだろうが。リキア、もういいんだ。お前に東京は似合わねえよ。俺と一緒に沖縄に帰ろう。ごめん、ごめんね、リキア。夏美、お前の心配事は俺が何とかしてやる。だからもう沖縄に帰ろう。俺、キリュウの兄貴と一緒にこっちでやることがあるから、それが全て済んだら迎えに来るから。リキア、男やん。リキア全部分かってたんだ、なんだかんだ言って。かっけー。すいません兄貴、俺夏美を店まで送っていきますんで。ああ、分かった。うわ、これで本当に更生してくれたらいいけど。兄貴、お待たせしました。お前、彼女が夏美本人だってことどうで分かってたんだ。ああ、それですね。実は最初に夏美にペンダントを渡したとき、夏美の手のひらに傷が見えたんですよ。手のひらの傷？ああ、これ皆さん動画見返してください、ぜひとも。ええ、昔二人で一緒に泳いでたとき、夏美がサンゴで手を切ったことがあったんです。結構深い傷だったから、今でも残っちまったんですね。だから俺も、それでな、彼女が夏美本人だって気づいちゃったんです。なるほど。そうか。よし、それじゃあ飲みますか？ええ、どっかいいとこに連れてってください。いやー、力也かっけー。めっちゃ経験値。いやー、よかった。いいもん見れたわ。力也の男らしさってのを見たね。ということで、次回行きます。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。では明日の動画でお会いしましょう。ルカでした。エイでした。またね。またな。逆もありだね。声高めだね。